どうも、プロダンです。いや、おぉ。ということで、ちょっとまあタイトル通りなんですけど、申し訳ありませんでした。はい。まあそんなことかって思われたら、そんなことかよって思われちゃうかもしれないんですけど、ちょっと俺にとってはちょっと重要で、9月に、まあ去年も出たんですけど、ビール佐々木っていうそのフィジークの大会、出ますって言ったんですけど、もちろん出るつもりでいたんですけど、ちょっと、まあ、その、まあ、皮膚疾患を患いましたっていうところで、だいぶね、めっちゃ良くなりました。はい。2ヶ月経ってめっちゃ良くなって、まあ、6、7割ぐらい良くなってるんですけど、まあ、どうしてもちょっとね、今、まあ、具体的に言うと、跡が残っちゃってて、跡消すためにヒサロをやってたんですけど、一生懸命。ちょっとそれがあんまよろしくなくて、市民みたいになっちゃって、ちょっとね、2ヶ月後には間に合わないかなっていう目処と、あとはその、出れるか出れないかわかんない状況でちょっと減量するのがどうしてもすごいストレスで、はい。もうそれが一番なんですけど、で、視聴者にもなんかその変に期待をさせちゃうと、僕自身もプレッシャーでなんかその、なんかすごい言いにくいんだけど、減量ってそもそもめっちゃきついんですよ、精神的に。俺もすごい苦手で。だから前々からやってたんですけど、でそれで減量しきったとしても、皮膚の状態が良くなかったら、出ないしっていう、すごい、その、リスクしかなくて、今の現状として。だったら、まあ今はもうやめて、まあ普通に食べてね。9月だけじゃないんで、全然12月とかも、まあ来年とかもあるんで、それに向けて、まあいい結果残せるように。はい。まあなんかそんな気持ちでやったら、まあその出場者にも迷惑かなっていうところもなんかすごいいろいろ考えたりとかして、まあ YouTuber って立場で出場するんで、なんか変になんか盛り上げるだけ盛り上げて自分が全然負けちゃったりとかしたら、なんかそれこそなんか他の出場者とかにも、なんかすごい失礼だなっていうふうにすごい思ってるんで、まあ、どうせやるなら絶対勝つコンディションで挑みたいし、毎日の日々をね、まあその皆さんに共有したいってことがあるんで、今すごい揺らいじゃってる状況なんで、はい、今回はその辞退させていただこうと思います。はい、で、まあ普通に、まあそうすれば、まあ普通に食べれるし、まあバルクアップっていうところで、すごい心配されてる人がいるんですけど、まあいろいろ病院、大学病院とか行って、まあ理由がわかりました。皮膚疾患の。まあ結構インスタとかで結構つぶちゃったんですけど、人工甘味料とサプリ、化学薬品、サプリめっちゃ大量摂取するんですよ。それが主な原因だったみたいです。はい。まあ、僕30なんで、代謝酵素っていうのがどんどん下がってくるらしいんですね、人。で、そうなってくると、化学薬品とか人工甘味料って、その、消化しきれずに肝臓に溜まっていくんです、いくらしいんですよ。で、それが毒素となって排出す、消化されなくて、排出する場所がなくて、僕は皮膚に出ちゃったっていうのが現状らしいです。もちろん、大食いとかも関係あるらしいんですけど、結構ね、僕は大食いしてるイメージあるんですけど、週に2、3回ぐらいしかしなくて、しかも、その日の1食だけなんで、で、大食いした日の他の飯ってもうブロッコリーと人参と鶏の胸肉とか、あ、魚とかってもうめちゃめちゃクリーン、食事はめっちゃクリーンなんですよ、その動画外では。だからすごいおかしいなと思ってたんですけど、よく考えたら僕サプリめっちゃ摂取する人間で、今は全然取ってないんですけど、それが積もり積もってなっちゃったって感じなんで、お医者さんからは、まあ ほんとなんていうの、まあそういう食事だったら全然食べても大丈夫っていう感じなんで、まあコンビニとかの食品は添加物多いやつは控えた方がいいって言われたんですけど、全然その、だって俺その太ってないし、めちゃめちゃ糖尿病みたいな、その、なり得るような、もうすごい肥満の人だったらそういう皮膚病とかも発症するかもしれないけど、すごい自己管理できてる、食事徹底できてる人間なんで、はい。だから、食事だけでなったってことじゃないです。人工甘味料と、そのサプリの大量摂取によって今回できちゃったっていう診断結果なんで、それさえやめとけば皮膚はどんどん良くなってって、今も全然良くなってってるんで、だけど、まあ、完璧じゃないんで、僕自身も神経質なんで、そういうところになったら。ちょっとね、ほんとすいませんでした。はい。なんか減量途中でやめるっていうのがなんかすごい根性なしみたいな思われちゃうのももうわかるんですけど、あ、まあ、またいつかというか、まあ皮膚治ったらまた大会出て
すごい盛り上げたいなと思ってるんで、僕自身もフィットネスすごい好きだし、筋トレすごい好きなんで、もうそれが、もうそれがね、ほんと、もうそれだけで YouTube がなんかすごい嫌になったりとか、私生活がすごい嫌な、ストレスだったんで、まあ、それをちょっとね、もう今回残念だけど、もう我慢しようと思って。やっぱ人生に一回ぐらいはこらえるってことが大事だと思うんで、今回はもうどうしても出たかったんですけど、でも出れないし、出たところでなんか結果出せないかもしれないしみたいな、すごいなんかこの感じであれだったんで、今回は、はい、辞退という形でいっぱい、まあ、ちゃんとしたいいものを大食いして、まあ、大食いっていうかまあ食べて筋肉つけて、はい、すごいいい結果を出したいと思います。この選択が間違ってなかったと思えるように頑張っていきたいと思います。そして皆、まあ、僕いろんな病院行っていろいろ調べて、東洋医学とか西洋医学とかいろいろ行って病院行って学んだんですけど、やっぱサプリは、ね、結構怖いんで、まあ、筋トレしてる皆さん、まあ、いろいろ言うと、まあ、波紋というか賛否両論起きちゃうんであれですけど、人工甘味料とか化学薬品大量摂取は、まあ、僕は皮膚に出ましたけど、普通に癌とかそういう糖尿病とか本当やばい病気につながる可能性があるってすごい言われてるんで、僕もすごい注意されたんで、サプリそれは取りすぎってめっちゃ言われたんで、いろんなもん取ってたんで僕。でも食事は動画ではすげえ本当ね繰り返しになっちゃうんですけど、ああいうやっぱコンビニ飯食べてたけど、週4とか5はしかも全食めちゃめちゃ野菜とか魚中心の食事だったんで、食事はね多分関係、そんな影響はないと思う。だからサプリはでもすごい取ってた。で、これゼロカロリーもゼロコーラもめっちゃ飲んでた。で、それが原因って言われたんで、ぜひ皆さんそういう食生活してる人は本当に気をつけてください。で、治ったらね、どんだけやばかったかっていうのを公開するんで、とりあえず今皮膚の状態もいいし、はい。まあ前見た時より全然もう綺麗なんですけど、まあちょっとここら辺がね、後残っちゃって、僕自身が嫌だなって感じなんで。はい、ちょっと話がまとまんないですけど、すいませんでした。ということで、また明日からは普通にご飯食べて、はい、楽しく動画撮っていきたいなと思います。もうなんか最近その YouTube でなんか元気ないねとか察せられるんですよね。さすがだなとかって思ったんですけど、それが原因なんですよね。皮膚病もちろん慣れてるんですけど、まあすごい良くなってってるんで、全然気持ちは落ちてなかったんですよ。うわ、良くなってる、良くなってるって、どんどん日に日に良くなってたんで、もうその筋トレだけが、大会だけが間に合わない現状がすごい嫌で、うん、それぐらい筋トレ好きなんだろうなとか、まあ、勝負に対して、すごい貪欲だったんで、去年があったから、はい、っていう感じなんで、はい。すいませんでした。ということで、また明日からよろしくお願いします。はい。まあ、見ててください。今日からね。超筋肉つけまくる食事もめっちゃ徹底していくんで、はい、よろしくお願いします。バイ、ありがとうございました。Thank you.